非常上企業だからどうなんですか、財務会計の資料とか見たりしてたんですか。いや1回だけ覗いたことあるぐらいですけど、うん、割と内部留保はあります、あると思いますけど。あ、そうなんだ。ただ固定費がもうとんでもないので結構、もう僕はやっぱり非常上企業って言うても税金払わなきゃいけないし、はい、資金調達できないから、はい、外部からでね、創業一族が株ほぼ持ってるわけでしょ。そうですね。って考えたらもうほとんどね、はい、でもまあまあ言っても花店の買収資金とかもあるだろうし、あそこはあそこで多分借り入れもあっただろうし、そうですね、財務は重くなってると思いますけどね。申し訳ない通りですね。だからこの間ちょっとだけ報道があって資金繰り要請みたいな話があったんで、まあ詰まってるんじゃないですかね。そうですね。で、辞めてどうだったんですか。ジュニアとはうまくいかない理由は他に、なんか感覚的にすごい理詰めなんで、まあ、頭はかなり多分いいと思うんですよ、うん、でその時にいわゆる論理的にすごいガンガンガンと詰めていくんですけど、うん、まあ別に間違ったこと一つも言わなくて、それはどういうルールなのみたいな、うん、じゃあ例えば人事があった時に50後半ぐらいの人が、まあ、辞めたいっていう連絡が1本あったんですよ僕に、はいはい、でその時にいや〇〇さんは、まあ、定年までいてもらっていいっすよ、もう今売れなくても後継してるんで、うん、ってパッと言った時に、うん、でそれどういうルールを元に運用されてるんですかみたいな感じで横から来て、まあ、正しいじゃないですか、はいはいはい、じゃあ好きなんですか、じゃあ好きの基準決めましょう、次はどうします、うん、みたいなのが、あ、なるほどね。おっしゃる通りなんだけど、これは多分まあ難しいだろうなっていう、こういうのがもうすごいあらゆるところで。その創業者はどうなんですか、そういう時。創業者はうんって腕組んでましたね。確かにねって、まあ、いたんですけど同じ場所に、うん、まあそうじゃねっていう感じですね。ああ、なるほどね。もう分かりやすいあの創業社長でっていう感じですね、創業者は。まあだからそういう人情みたいなのもあるみたいな。そうですね、もう人情はすごい。あの新社長どうなんですか。新社長は僕あんまり接点実はないんですけど。あ、そうなんですか。ただ悪い噂はかつてあんまりない人ですね。あ、そうなんだ。なんか高倉健さんっぽい話がいっぱいある人ですなんかちょっと怖いけど、ちょっと怖いけど転勤の時になんかフラッと来てラーメンおごってもらったとか、なんか、うん、ああなるほどね、はい、じゃあ本当に中小の営業会社だったのがでかくなりましたみたいな。まさに典型だ。だからあの LINE とかでめちゃくちゃクイックに人事とかやるんで。あ、なるほど。すっごいスピード経営なんですよ LINE でね。確かにスピード経営だもう凄まじいスピード経営なんで、うるさいこと言わない、まあ、だから上場企業の管理とかついてると遅くなるもんね絶対。そうですね。なるほどね。確かに。ただ今出てるの見るとこの5年の間のエスカレートは凄まじいなって感じはしますね。あ、そう。一時その最初に自分で、今は自分でまた中古車屋さんとか行ってるんですか。あ、私、はい、中古車屋さんやってます。どんな感じの店なんですか。普通の中古車屋さんなんですけど、うん、今やろうとしてるのは通販やろうとしてるんですよ。ついにバティカダイレクトっていうのをやろうとしていて、うん、まあ、結局今回も行くことによって逆に騙される。ああ、まあね、はい、騙されないように行くと丸く埋め込まれるので、うん、まあ、逆にじゃあもうネットでやって全部記録残した方がいいと思って今そういう通販をチャレンジしてる、うん、と、まあ、もちろん見たい人もいるので今除草剤を撒いていますか。撒いてるわけねえだろお前